決まりが待っている。先に行け。うっす。相手の出方次第ではやる。覚悟しておけ。頭の中真っ白だぜ。老師に火があれば仕方ない。シーモア！お静かに。ユーナ殿が祈り子と対面中です。うるせえ！それが何か、もしやユーナ殿もすでにご存知でしたか。ならばなぜ私のもとへ。私はあなたを止めに来ました。なるほど、あなたは私を裁きに来たのか。残念です。なるほど、命を捨てても召喚師を守る誇り高きガードの魂、見事なものです。よろしい、ならばその命捨てていただこう。シーモア老師、ガードは私の大切な同志です。その人たちに死ねというのなら私もあなたと戦います。よし、シーモア老師、覚悟を決めなさい。私を哀れ者ですか。おお、シーモア様、一体何が。俺はワッカ、気にすんな。先に手を出したのはシーモアだ。なんと、あなたたちが。ユーナ、送ってやれ。おやめなさい、反逆者の手は借りません。もう終わりだ。ちょっと待てよ、悪いのはシーモアだろ。それを説明すればみんな分かってくれるって。それほど甘くはないだろうが、とにかくここを出るぞ。あの、申し開きの機会をくれ。他の老師たちへは私が報告しておきましょう。というと、シーモア様はエボンの老師である前にグワードの族長ですから。やるってことすか。ここから無事に返してしまってはシーモア様が許しますまい。待ってよ、
ほら、あのスフィアを見れば分かってくれるよ。これですかな。グワードの問題はグワードが解決します。どけ、走れ。エボンの賜物、エボンの教えに従う人ならこんな言い方をしたんだろうな。みんな一緒だし無事だった。先のことを考えると頭痛かったけどさ。ルナは大丈夫だよ、ちゃんと息してるしね。ルルーとワッカは？ワッカは見た通りきつそうだな。ルルーはいつもと変わらない。なんかかっこいいよね、大人って感じだし。まあ私もあと 5,6 年ってとこかな。なっキバリ、どうやってここから出ようか。話そらすな。よじ登るしかない。キマリもなりたいものになれるのはなろうとしたものだけだ。ルルーみたいになりたかったら努力せいってことだろ。お、頑張るよ。リュックはリュックのままでいい。あ、無駄な努力するなってこと。決まり。お前らよく笑ってられんな。シームア老師にジスカル様のことを聞こうと思ったの。そしてきちんと寺院の裁きを受けてもらいたかった。結婚はその引き換え？必要ならそうしようと思った。で、シームアは何て言ってたんだ？何も答えてもらえなかった。結局私のやったことって何だったんだろうな。もし最初からみんなに相談していたら。もういい、しなかったことの話など時間の無駄だ。そんな言い方しなくてもいいのに。ユーナの後悔を聞けば満足するのか。そんな言い方しなくてもいいのに。決めねばならんのは今後の身の振り方だ。旅は続けるんだ。はい、でも寺院の許可が得られるでしょうか。召喚師を育てるのは祈りごとの接触だ。寺院の許可や教えではない。お前に覚悟があるなら俺は寺院に敵対しても構わんぞ。うわっ、すっごいこと言うな、アーロンさん。俺は反対だ。俺たちは犯した罪を償わなくちゃならねえ。確かにシーモア老師のことはあまり好きじゃなかった。なあ、未編セッションの時から気に入らねえと思ってたよ。ジスカル様を殺したのはもちろん許せねえし、それからあれだ、俺たちを殺そうともしたけどな。それでもやはり罪は罪、裁きを受けるべきです。ベベルへ行こう。聖ベベル級のマイカ老師に事情を説明しよう。それしかないと思う。そのつもりだ、うん、アーロンさん。話はついたようだな。一緒に来てくれますか。ことを荒立てたのは俺だからな。そうそう、大抵アーロンが話をややこしくするんだよな。だよね、決まりがガーって吠えておっちゃんが突っ走ってさ。ついてこいと言った覚えはない。仲間が言ったらほっとけるかっつーの。なあ、
うん。ありがとう。は？仲間か。ったくこの非常時のんきだな、おい。単純っちゅうかずぶといっちゅうか。あんたはカリカリしすぎ。歌でも聴いて気を鎮めたら？ジーンから聞こえるのか。うん。心鎮めるエボンの賜物。この歌、ジェクトも歌っていたな。ああ、こればっかりな。へったくそでさ。下手なのはお前も同じだ。聞いてたのかよ。ふん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 、油断も隙もないな。お前の歌を聴くたびにスピラのことを思い出した。そっか、あんたスピラからザナルカンドに渡ったんだよな。やっぱり心細かったのか。そうな。なあ、どうやってザナルカンドへ行ったんだ、シン。やっぱそうだよな。決定的だったザナルカンドとスピラをつないでいるのはシンだから、シンを倒したらザナルカンドへは帰れない。あれ、歌が終わったみたいね。なんかいるんじゃねえか。この時だった、シンは親父なんだってこと初めて素直に受け入れることができたんだ。歌聞いてたんだろう。今度はなんだよ。ザナルカンド。ああ、あんたが思い出してんのか。もう無理だって。あんた死んなんだろ。もっと大きくなったって。分かったよ。終わらせたいんだよな。俺が何とかしてやるからな。Ugh!